皆さんこんにちは、サングループの藤本です。今日はですね、英国の EU 離脱、いわゆるブレグジットですね、が知財に与える影響はということで、質問の方来ておりますので、今回は衣装編ということで、衣装についての質問の方を回答していきたいと思います。また特許庁さんの方でもですね、このブレグジットに関する関連ホームページの方を掲載されておりますので、概要欄の方に記載しておりますので、そちらの方もご参照ください。はい、それではですね、まず初めの質問なんですけれども、移行期間中の対応はというところなんですが、こちらの方は2020年12月31日まで移行期間がございますので、それまでの間はですね、従来通りの EUIPO ですね、欧州連合知的財産庁の方に、共同体意思表出願としての出願手続きで英国での保護を受けることができます。次に移行期間の延長の可能性についてなんですけれども、こちらの方は、現段階では英国の方針では延長しないとなっておりますが、もしかしたら最長でですね、2年間の延長の可能性があります。これ実際延長するかどうかというのは、2020年7月1日までに英国と欧州連合の間で決定する取り決めとなっております。はい、次に移行期間後の対応なんですけれども、こちらの方はですね、移行期間終了後は英国と欧州連合へそれぞれ別々にですね、出願手続きを行う必要が発生してきますので、この点はご注意ください。はい、次に移行期間中の手続きの注意点なんですけれども、2020年の12月31日の時点でですね、 EUIPO の方に報告されていることが必要になってきます。すなわちですね、出願手続きが完了していてでも報告されていなかった場合であったりとか、登録を受けていてもですね、広告の繰り延べ請求とかによってですね、報告されていない場合は英国での保護を受けることができませんので、この点は注意してください。なおもしそういった場合にはですね、移行期間終了からですね、9ヶ月以内にですね、英国への再出願が必要となってきます。次、手続きの注意点2点目なんですけれども、更新の手続きですね、移行期間の末日後にですね、共同対象の、年金、支払い期日が、来るものについてはですね、移行期間の間に年金を支払ったとしても、英国での、年金の支払いは免除されません。この点注意してください。この場合はですね、移行期間、経過後にですね、英国へ別途年金を納付することが必要になってきます。また年金納付がですね、効果がいつ発生するかについてはですね、現段階では明らかではありませんので、移行期間中に支払い期日が来る欧州共同体意思表についてはですね、早めに年金の方を納付してもらうことをお勧めしております。最後にハーグ出願の対応についてなんですけれども、こちらの方はですね、移行期間の末日までにですね、共同体意思表が有効となった場合ですね、この場合はですね、英国を指定国に含めていなくても、英国の国内登録として自動的に英国での保護を受けることができます。で、もしこのような場合に該当しない場合なんですけれども、この場合はですね、移行期間終了後9ヶ月以内にですね、英国への再出願が必要となってきますので、ご注意ください。はい、今日はですね、ブレグジットの対応衣装編というところでお話しさせていただきました。また今後とも、サングループではですね、知財に関する情報を発信していきたいと思いますので、もしよろければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、知財をビジネスに生かして頑張っていきましょう。ありがとうございました。